筑波山梅林では梅の開花に合わせて梅まつりが開かれています。梅まつりのオープニングイベントには五十嵐達夫筑波市長をはじめ多くの関係者が集まりました。神事では筑波山神社神職による祝詞奏上の後、関係者が玉串を捧げ梅まつりの成功を祈りました。おかげさまをもちまして、本年度50回目という記念すべき回数を迎えることができまして、本当にありがとうございます。登山道の整備でここ数年間国の大きな予算もいただきながら、大きな予算で県そして市でこの筑波山の整備を進めている中でございます。同じこの安井浦さん、筑波大学の協力を得て樹木診断をして樹勢が悪いとか非常に状態が悪い木については伐採をし、そしていい状態のものは樹勢を整えていく、そういう努力をして今こうしてですね、素晴らしい梅林ができていると。3年前からコロナ禍のため梅まつりは中止または規模を縮小した開催となっていました。今年の梅まつりは例年通りイベントを盛り込んだ開催となり、初日から多くの人が梅林に集まりました。まず3月4日に、筑波地酒で乾杯フェスというイベントがございます。またその他にもワイン、筑波の地ワインでの乾杯のイベント、それもちろんそれだけではなくて、日々いろいろな店舗さん店の展開ですとか、筑波の梅祭りの梅食と題して、筑波うどんですとかさまざまな食材で、皆様をおもてなししますので、平日問わず、どんどんお越しいただければと思います。クジャクレッツのナイト、12通りのゲートがございますけれども、いかに人形のゲートが上手であろうとも、筑波山名物ガマの油売り工場の声が響き渡る中、人々は美しい景色を味わい、スマートフォンで写真を撮り、春の訪れを感じていました。これまではコロナ禍ということもありまして、SNS での観光情報の発信を中心に活動しておりました。このような大きなイベントも初めてですし、皆様に直接お会いするタイミングもなかなかなかったので、大使一同とても楽しみにしております。久々の梅まつりの開催ということもあり、筑波山に多くの方がお越しいただける機会になってますので、ぜひ皆様筑波へ足を運びいただければと思います。筑波山梅まつりは3月19日日曜日まで開かれています。